何して働く？仕事ってなんだろう。そうだ、探しに行こう。イエイ。今回の働く大人は、僕らにも大事なお金のことについて。お金といっても僕らがもらっているお小遣いとかではなく、大人の世界で会社を動かしていくのにとても大切な働きをする種類のお金、ファンドっていうものがあるそうで、僕のお母さんもそのファンドを扱う会社で働いている。興味があったのでいろいろ聞いてみることにしました。世の中で見るとお金が必要ですっていう人たちがいるわけです。会社、お店始めたいんです。お金ないわけです。で、世の中的に言うと、お金ありますよっていう人がいるわけです。で、本当はお金必要だっていう人が世の中にはいっぱいいるわけです。新しいこと始めたい。で、ここにちゃんとお金を融通してあげることが必要なんです。ここがちゃんと回るようにするっていうのが金融なんです。なんか始めたいっていう人を誰も応援してあげないとこれ始まらないので、銀行で行ったら何があるんですかって言ったら、ここに今度利息っていうのが、利息が戻ってくるわけです。利息がほんの少しですけど今戻ってくるわけです。で、ファンドで行くと、これ戻ってくるのが、ちょっと細かく言うと配当とか、値段がこう上がるとかみたいなことで返ってくるんですよね。ファンドは資産っていう意味で、資産っていうのは簡単に言うとみんなの大切なお金なんです。で、僕はファンドマネージャーっていう仕事で、マネージャーっていうのは芸能人とかのマネージャーと同じで、それを管理したり運営する仕事、だから大事なお金を預かって運営する仕事がファンドマネージャーで、お金が一体がファンドです。お客さんは本当だったら自分で会社を選んで応援したい会社にこう投資をするんだけれども、なかなか自分でその会社を選んだりするのは難しいと。だから顧問投資さんお願いしますって言ってお金を預けてくれた。で、その顧問投資がお客さんの代わりに、投資する会社を決めて投資をした。で、実際その投資をされた企業がどんどん利益を増やすことができて、じゃあ投資をしてくれた人に配当っていう形で還元をしようってなった時に、還元されたお金がコモンズ投資を通じてお客さんに返っていく。だからお客さんにとっての利益っていうのは、自分がコモンズ投資を通じて会社に投資をしたお金が増えて返ってくるっていう利益がある。夢を叶えたかったんですね。で、その夢っていうのは、今現在今日があるじゃないですか、ね、で、今日よりも良い明日を叶うためにやりたいなっていうふうに思ったんですね。子供の未来の夢とか、お父さんお母さんの未来の夢とか、そういうのを一緒に考えて一緒に叶いましょうよってね、一緒にやりましょうよっていう、目的を持って、作られた会社って少ないんじゃないかなっていうふうに、思っていて、で、そういうのを作りたいなと思って、で、今さっきファンドマネージャーにインタビューしたと思うんだけど、彼とか、いろんな人たちと一緒に今それを作ってる最中なんですよ。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。いい仕事環境というか仕事ができてると思うので、まあ僕が言うのも変ですけど、これは過去の会社大きくなるかなって思いました。